午後5時前の速見スタジアムです。上空薄い雲が広がっていまして、朝の方が日差しはあったんですが、今の方が暖かいです。ご覧のように、内野全面のシートが敷かれました。明日から明後日にかけてお天気が下り坂ということもありまして、準備がこれ雨対策ですね。これでっかいこのね、シート、これ一枚ものなんですよ。というわけで、雨に備えてということ、お天気はだんだん下り坂ということを聞いていまして、土曜日曜の、紅白戦に予定されているんですが、それがどうかなという感じの、空模様です。まあ、日曜日は大丈夫なんでしょうけどもね、少し雲が広がってきました。でもね、朝の方、昼間含めて日差しはあったんですが、今の方が寒くないです。今日の紅白戦やってる間はとっても寒かった。今日は佐野皓大選手に話を聞いたんだけども、やばかったですという話で、昨日 のサンマリンの風がもう台風並みでしたというふうに頓宮選手も話していましたが、今も風も、ね、穏やかで、あまり冷たさを感じないという宮崎です。というわけで今日の僕の仕事は終わって、第4クールが終わりました。宮崎速見スタジアムからお伝えしました。